まあ、焚き火なんかされる場合ですね、まあ、コッパを、焚き火用に、切断するとか割ったりするのに使う、まあ、ナイフでもいいんですけども、まあ、こちらの方が力があってね、簡単です。今日紹介するのはグレンスフォッシュですね。おなじみのグレンスフォッシュの、これはあのミニラチェットですね。まあ私のミニラチェットはまあ、ここにグレンスフォッシュ職員さんの刻印とスウェーデン王室の認定印が押してあるということですね。あと、まあ、ここにちょっと焼き印がしたって、スウェーデンと入っとるものですね。はい。まあちょっとこれ黒系で結構ね、ヤニが出てますけども、後ろ見てもらうと、これがヒッコリーの A ですね。ヒッコリーの A で、斜めに入っているのがわかりますかね。この目がですね、細く、まあ、間隔が細く詰まっているものほど、まあ、堅牢やと、まあ、硬いというふうに言われておりますけども、これはまあ遊びでつけた真田紐ですけども、DG ね。DG。職員さんはね。DG、ダニエル・グレンツですかね。もう、例えばこれ、アックス、斧の本を見ても、職人の名前にはありません。もう、これは引退された人です。はい。ということで、まあ、割と入れ替わりがあるんですね。はい。で、まあ、このような革のシースがついておりますけども、なかなかこれがね、よく穴が開くんですね。穴が開くので、こう、出し入れするときも、まあ、割とミニラジェットの場合は余裕があるんですけど、これがアウトドアアックスとなるとね、もうかなりキチキチなんですね。はい。アウトドアアックス、はい。これがアウトドアアックスです。まあ、一回り大きいということですね。一回り大きいと言われても、わからないでしょうから、これちょっと、じらーっと、まあ、このような調子ですね。斜めっとるので、ごめんなさい、こんな感じね。いうことです。まあ、絵の部分がね、かなり長さが違うと思います。ただ、こちらの方がね、まあ、短い分、太いということですね。で、これもですね、見てもらうと、ピントあったかな。なかなかあるね。どこにあったのこれ。EB。あ、やったあった。EB ですね。EB は、エリック・ブリクストですね。まあ、ほとんどこの出回っとるですね。アウトドアックス。まあ、基本的にグレンス・フォッシュの場合はですね、それぞれの型が、型っていうかモデルがあって、それぞれに職人がついてるような形ですね。だからアウトドアックスはほとんど現状で回っとるのが、EB の刻印のものがほとんどです。はい。で、先ほど申し上げたように、これ割と目が、まあ、そこそこ。はい、こんな感じですね。で、まあ、これ、ザジっていうかな。アックスブック。まあ、これが付いてます。はい。ということで、あとですね、YK 冒険。まあ、YX、ごめんなさい。YX 冒険。YXA っていうのが、まあ、要は、北欧の、まあ、スウェーデン語なんですかね。ブック。北欧向けのブックですね。本ですね。これがね。はい。で、こんな感じです。はい。裏はピント合うかな。割とこれ、縦に、直線に近くて、目が詰まっとるので硬いということですね。で、これはですね、はい。刻印。EE。EE ですね、これ。EE っていうのはですね、エミール・
プジョーイングベルとかいう名前が多分ブックに書いてあると思いますけども、いいです。だからこれはですね、なかなか北欧向けの部分は多分イーさんが作っとるよというふうに推察したんですね、私は。簡単に言うと、はい。で、EB さん、エレック・ブリックストさんですね、は、なんか、風の噂に聞くと、もうすぐ定年間近ということで、違う刻印のものがそろそろ出始めとると思いますね。先ほどのこれ、違う、これまたこれ違う絵なんですね。でお前どんだけアウトドアワークス買ったんかというと、まあ、4、5本買いました。まとめて買っておきました。はい。はい、これ EB さんね。はい。あとはもう、大体が、しっこりの絵の違いだけですから、次の絵はこれですね。はい。はい、これも割と硬いと思います。はい。柄としてはいいですね。EB さん。はい。ということで、まあ、簡単に、そればっか話をしたんですけども、なかなかね、4本も5本も、買う場がおらんので、まあ、転売目的ではないです、正直言って。転売目的ではないですけども、ちょっと安い時にね、買っていこうかなと思って、前買ったアウトドアワークスはですね、まあ欲しいという方が見えたので譲っちゃいましたので、割と欲しいって皆さん言われるので、まあちょっと、ある在庫があるうちにね、買ってみました。ということの紹介です。ということで、グレイス・ボッシュ、ブルックス、まあ斧としては、一番私は、いい斧だと思っておりますけども、まあ好き嫌いというか、その日本に、日本のそういう、まあアウトドアで使えるかどうかっていうのはね、また別の話ですけども、まあこの程度のね、重さなら、片手で持てるというのが前提ですね。両手で持つものではないですけども、はい。私は普段使うのはこちらのミニラチェットですね、ラチェット。はい。こちらです。はい。これはですね、カナダのショップでだいぶ前に手に入れたものですけども、この黒系のね、黒系の絵画を大変気に取って、まあ、ここら辺の刻印はね、しょうがないですね。黒系は、というかその、ヤニが出とるみたいですね、どうもね。はい。ということで、今日はグレイス・フォッシュの斧の話でした。ではでは。